田村まさかって田村まさかって言うんです。ちょっと説明してみますね。私ね、この前音楽家なんだけど、モノマネなんかやってた関係でね、東京大阪モノマネやってた関係でそんな関係で、あちこち呼ばれてね、それからテレビにも出始めて、いやこれから楽しくなるなと思ったところにコロナになっちゃってね。で、私は網走に暮らしてるんです。ここなんですよね。このホテルまではね、車で7分21秒ってね、とても近いそうなんですね。まあそういうわけでね、まあこの音楽の世界、まあ、舞台の世界みんなそうなんだけど、全く仕事がない中ね、私はここのコンサートを続けることができた。 それと後でやるそのオカリナっていう教室があってね、だからそんなにお金に困ることもなくね、やれた。それはすごく良かったな。じゃあこの活動をどうするかね。お客様は少なくなったけども、ここで少しずつ会えるんですよね。だから YouTube ってあるでしょ。今もこう思ったんです。YouTube に私の様子をねアップして、それでお客様にまあ時々見てもらってね、そうやってつながるのが一番いいでしょう ね。だから東京から来たお客さんなんかも時々コメントをくれたり ね。だからまあたまたま網走に遊びに行ったら、なんかいるな、田村まさかなんだろうな、分かってきましたか。推理してなんで犯人だ。でもね、いいんですよ。田村まさかさんね、めちゃくちゃ人気で、私も大好きなんですけどね、モノマネ、ダサーモノマネやります、で終わっちゃうんですよ。もう特にすることもないんですけどね。さあ、それでここのコンサートをやるんですけど、コロナになってから本当に思うことあってね、あれいつだったかな、コロナになって半年ぐらい経った頃ね、関西からのお客さんはね、いや久しぶりに生の音聞いたよってね、ありがとうって言ってくれたね。だからやっぱりそのコンサートも2年間ずっとなかったじゃないですか。今はもうね、いろんな人が始めてますけど、だからいくつ、私あじゃあいくつでしょう。59歳、まあまあ近いですね、63になりますけどね、まあ OK です。まあね、何を話してたんですか、まあこのコロナの話、そうコロナになってね、結局その生の演奏をお届けするっていうことが結構やっぱり意味を持ってくるんだなと思ってね。だからお客様開口一番言ってくれた、そのなんかいい音色がしてたね、そういう気持ちで楽しんでいってください。ピアノとオカリナをやっていきますね。それでは田村まさかショーです。よろしくお願いします。田村まさかにピアノ弾かねえよね。なんすか。でもあなたすごいね、ピアノ弾くんだから。そうね、ピアノを弾くんですね。あるモノマネやってピアノ弾いてそうなんちゃってピアノ。まあだからね、何屋さんかよくわかんないんだけど、ね、まあいいんです、本当にね。誰が本業なの？いや、音楽家ですよ、本当は。ね、あまあ、そもそも言うとね、まあ、今日。そこでなんちゃってモノマネ入っちゃったんだ。入っちゃったっていうかね、これね、10年ぐらい前でしたかね、いろんなこの舞台の世界っていろんな人と一緒になるじゃないですか。モノマネ芸人と一緒になった時にね、声が似てるって。当時、こんな。いやいや、それがこんな髪型じゃなかったんです。坊ちゃん狩りだった。そんなつもり全然考えても見てもみなかったからね。それ声が似てるから、自分と一緒にやりませんかって。声は違う。若いから分かんない。63歳と42歳だから分からないけど、なんとなく見てね、こういうとこはね。そうですか。いや、まあいいんですよ。所詮偽物ですから。いや、そう、それです。よく言うでしょ、武田鉄矢さんのモノマネね、本人より似てんです、ね、だからね、武田鉄矢さんも今もかっこいいね、おっちゃんになりましたからね。だから、モノマネやってる人の方が武田鉄矢、ね、ね、まあ、そういう世界です。まあ、それでね、ここにピアノが2つあるでしょ。ピアノが2つあるっていうのもなんか珍しい、ね。さあ、せっかくだからこのピアノを使ってね、ある農家の方がビニールハウスの中でね、モーツァルトをかけてるって、ね、
モーツァルトをかけておったらトマトが随分元気に育ったんですって、ね、だから音楽を聴いてまあいいなと思えた場合にはきっと私のなんかそこら辺のところが、まあ、元気の元とかに、ね、なるんじゃないかなって気はします。そうなんですね、まあとりあえずモーツァルトがまさか、トマト まあ、こんなことも珍しいですけどね、まあ、お話ししながらやってるんです、コンサートまあいいんですけど、まあ、一曲モーツァルト付き合っていただきましょう。でも、ね、音色が良かったよ。音色はね、楽しんでください。引きつけられたわ。ああ、まさかこんなショーなんてあるわけでしょ、まさかショーなんて。そう、ね、まあ、聞いてみてください。きっとね、音色はね、音楽、いや、音楽はいいっていうのはね、高血圧がどんな薬飲んでてもどうしようもないとかね、コロナだけじゃないんですけど、ウイルスにかかって、そんな話聞いたことない。え？そんな話聞いたことない。そんな話聞きたくないから、ピアノ弾きながら喋りなさい。ピアノ弾きながら喋りなさい。ちょっと分かりやすいやつやりましょうか。歌でもやりましょうか。歌でも。いまし。Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not. I hope someday you join us, and the world will live as one. Imagine no position.I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say.I hope someday you join us and the world will live as one. まさかじゃない、まさか。はい、イマジンでした。絶対グランドピアノを使ってんだからさ、絶対これ使って歌ってくれる。ちょっと黙って聞いてくれませんか、本当に。聞くって。本当に。聞くから。もうぐちゃ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 言われたってね。対応できないですよ。なんとかチップしかやらないけど。え？
そうそんなね、こういう舞台を見る。いいから、そんなことどうでもいいから、ね、舞台見に来るんだったら黙ってその様子見てくれないじゃないですか。誰の、そうぐちゃ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 言ったってね、引っかきますだけだから、いいものも見れないよ、本当に。そう、何なんでしょうね。あ、とにかくこっちは仕事やってんだからな、金取ってるわけじゃないしね。何やってんだよ、勝手なことばっかり言って。何が？失礼ってなんぼなんだよ、プロは。ああ、でもね、商売の、そんなわがままなお客さんになったらもう、ね、見てもらわなくてもいいよ。ホテル失礼でしょ。見てもらわなくていいから。でもね、音色がいいなくさ、ありがとうっていう言葉出せない。だからそれで終わりだ。もうそれで終わり。だってね、聞く気がない、喋って、こっちがやってたって喋って喋って、何なんだよ、それ。ね、あの怖いの真似てて喋ってみたら今度喋りすぎだって、何なのそれ。儲かるんだったら見なきゃいいじゃないの、ね、見なきゃいいんだよ。選べるんだから、ラーメン屋はいっぱいあるんだよ、好きなラーメン屋行きゃいい。そりゃたまたまこう来て田村正和がやってたね。田村正和でしょ。いや、偉くもなんともないよ。私は自分でね、一つのこの、場としてやってるんだけど、人気商売だから、あまり言わない方がいいかなと思って。いや、いいんですよ。あの、いいの、いいの。そんなのいいの、私は。選ぶんです。人気商売で選んじゃいけない。いや、選ぶ。あの、わからない人はわからなくていいの。そんな完璧なんてありえないから。それぞれ向き不向きがある。それでいいんです。最初に申し上げたらいい雰囲気で始まったのに、なんでこうやって私がやってる時にぐちゃ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 言うわけ。おかしいでしょ。聞いて帰れじゃん。違う、聞く気がないんだったらもうなんか、あの、いいのがいいなと思ったら、だからそれでありがとうございますってそっから始まってる。だから聞く気は全然ないじゃないの。それおかしいでしょ。私は聞く気があって、じゃあ聞く気があるのに、なんでぐちゃ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 言うわけ。まさかここで頑張ってんだなって私は思った。頑張ってますよ、私は。自分の立ち位置で頑張ってます、本当に。じゃあね、提案です。一曲モーツァルトお届けします。聞けたらいいですね。グランドピアノで、いや、だから、このグランドピアノでモーツァルトを弾きますから。本当に聞いてくれればいいんですけど、ね、私はグランドピアノが好きなの。これは好きない、これで聴きたい。モーツァルト1曲いきます。ケッヘル311ソナタの2楽章。ちょっとこれうるさいよ。何喋ってるの。真剣やら、あなたが好き。何喋ってるの。コンサートに行ってね、子供がぐちゃぐちゃ言ったってね、いいから、言いなさいっつの。聞いてくださいっていうのは私のことだよ。気持ちよく正田さんの書を聞きたいのに、しゃべらないで真剣にやれ。なんで私が演奏を始めたのにぐちゃぐちゃしゃべるわけ。気持ちよくやる。おかしい人だな、本当に。それはおかしいよ。じゃあ演奏を始めるから。私だってプロだからね。プロ？プロだよ。ちゃんとこれだけでご飯食べてんだよ、私は、ね、だから、ちゃんとやるから聞いてください。いや、プロだったら聞いてくださいって、人気商売なんだから、お前聞けようじゃなくて、いやいや、聞いてください。聞けようなんか言ってないでしょ。そういうこと。聞く聞かないはお客様の自由なんだから。ショパン行きます。
はい。よかった、ちゃんと聞いてくれて。いや、でもね、ちゃんと聞いてくれてありがとう。ね、私、どうなるかと思ってあるので、ありがとうね、本当に。あの、音楽ってね、何かの役に立つんだ、きっと。ね、そう思ってください。音楽っていうのはね、私も大好きな音楽なんですよ。でも、まさかじゃまさか。でも、あなた面白い人だね。まあね、うんでね。面白い。坂君でもピアノに引っ張ってないと思った。こんな推理小説で誰が犯人だとか、すごい思ったのが今日ホテル来て、ああそうですよね。何するんだろうね、本当ね。だから僕もね、水槽室にあれが犯人だとかやるのかなと思ったら、ピアノ弾いてんじゃん。そうそうそう。そこがね、まあ、想定外のところでね。想定外だね。うん、本当に想定外だわ。あの、お家帰ったらね、お友達に言ってください。あなた、田村まさか知ってますか？知らんって言います。あ、今喋りが似てる。知らんって言います。知らんって言ってる。ね、で友達がね、田村まさか知らんって言ったら ね、あなた田村まさか知らないのってほっぽりらしくて、いや、知らない人いる、平和、平和じゃん、平成の子全く知らないから。それはね、昭和は分かってる。あ、そうそうそう、いや、いいんです、いいんです、まあ、田村まさかの話です。いいんですけど、さあ、何いきましょうかね、綺麗な曲やっていきましょうかね。ピアノが先なんですよ。なんでモノマネで出るの？いや、だからさっき話しようとしたんだよね、うん、10年ほど前に一緒になったモノマネ芸人がやってみませんかって言って、でやってみたらお客さんが喜んだっていう話、ね、それでこんなこと。でも今ピアノ弾いて、あなたピアニストになった方がいいよ。いや、ピアニストなんですよ、私はね、本当は。それはいいです、まあ、自分でちょっとちゃんといろいろ考えてやってますけど、ね、出来上がったものを時々、YouTube で見ていただければ。 YouTube はどうでも YouTube でいいのがいるんだな。まあいいです、私はそういうふうに思ってるということを言ってるんです。だからそれを生き入れるかどうかはお客様の自由です、ねね、それでいいです。こういう舞台でこういうことを発信して、まあ、YouTube はどうでもいいの、うん、だからだったらもういいですわ。だからもういいです。もうここでやってる芸だけ見て帰ってください。ね、うん、オカリナという楽器があるんですよ。オカリナという楽器があるんですけど、それは聞いていきますか？ピアノがいいんですか？まさかピアノ弾けると思わなかった。まさか。いや、困ったな、本当にね。ピアノ、何がいいかな。トロイメラって。大好きなやつとかあるの。え？私も弾けるって、エリザのため。エリザのために難しいよ。エリザのために難しいよ、あれ。いや、ちょっと、ダーンって。そんな感じ。まさかそれでいきなかったら、弾くよ、悪いけど。いやいや、私できないもん。エリーゼのためにできない。ちょっと話が噛み合わないな。さあ、どうしましょう。ね、どうしましょうか。ね、どうしましょう。どうしましょう。ピアノやりましょうか。ね。じゃあ綺麗な曲をやってみましょうね。トロイメラ。まさか歌えないの？
これぐらいです。いいでしょ、ね、モーツァルト行きましょうか。さっきやろうとした、ね、モーツァルトのケヘル311、これ好きなんですよ、ね、綺麗なメロディーが入ってます。まさか勝利やるな。あ、じゃあピアノ。
なんか大げさ、話のついつもが合ってないね。さっきピアノ聴きたいって言ったね。あ、もう、え、今日はこんなもんです、ね、こんなもんです、もうお時間です、ね、ね、ありがとう、お客さん来てくれて、ね、うん、あの前編で、ね、YouTube 見てくれたら毎日やってますから、うん、あ、いいです、いいです、ありがとうございました。